ということで、やってまいりました。どうも、くちゃねと申します。よろしくお願いします。ということで、本日はですね、ガシャ更新がやってまいりました。5月21日の15時までで、2つのガシャでございますね。前回もね、あったと思うんですけども、今回はね、久川姉妹ですね。の2人のガシャでございます。別兄弟ですね。ですけども、この、なんだ、スターシャインは共有ですよということでございまして、こちらの2人のアイドルが、また新しいね、特技でございまして、特技は、一緒なんですよね。前回と同じように、フリックアイコンなら 30%、ロングアイコンでしたっけ？ロングアイコンなら 30% っていう感じなんですけれども、センター効果がですね、どちらも、クールとパッションのアイドル編成時、全員の全アピール値 30% アップ。で、こちらは特技発動率が 35% アップ。で、ナギーの方が、ナギーさんの方がライフ 25% アップか。でございます。ということでございます。はいはい。こちらがそうですね。こっちは特技発動率が 35% でございますので、まあ、結構なんかまた複雑になってくるんですよね。まあ、センターに置くということであれば、そうです。そうなんですよね。その、クールとパッションで編成しないといけないということでございまして、まあ、特技発動率も 35% アップということで、まあ、だからその、放置という意味では組めないかな。放置という意味では、その、結局、微妙、単色とかで考えてもあんま微妙なんて思う、と思うんですけれども、なんだ。ただその、ユニットの、あれなんですよね。併用できないのが、これで見ると、まあ、まずあれですね。プリンセスかな。プリンセスは、もし、あの二人をセンターにした場合、プリンセスは、特技の方がパッションアイドルのみ編成時っていうことになってますので、プリンセスとあの子たちは一緒には使えないよと。で、もう一つが、シナジーですね。はい。こちらも、特技の方が3タイプ全てアイドルの編成時っていうことでございますので、シナジーと、プリンセスかなの二つは使えないと。一緒には使えないと。それ以外の、まあ、スキブなどは使えるということでございますね。まあ、そうですね。スキブも特技であれば使えますし、まあ、オーバーロももちろん使えます。ライフスパークルやらやら、コムセやら、なんやらやらは特技の方では使えるということでございます。併用できないのはプリンセスキャラと、プリンセスアイドルと、シナジーアイドルか。は、プリンセスアイドルはもうプリンセス編成でしか使えない。プリンセス編成というかその単色の編成でしか使えない。で、シナジーのアイドルでござったら、3色ちゃんと含めないと、編成できないという形でございます。でございますけれども、まあどうなのかな、結構難しくはなるよね。だからパッションと、まあクールで含まないといけない。まあ今後も多分今後もこの2色で来る可能性あるということなんですよね。ですけれども、まあどうなんかな。まあまあだから、まあだからこれから考察、いろんな方の考察やらやらで、まあこういう風な編成でやれば、すごく強くなるよとかね。まあもしくはまあ放置とかでね、もうこんだけこういう風なことができますよということもありますんで、これはね、今後のこの考察に期待でございますね。得意外れ 35% でございますので、まあそうか、スキーバーマン 50% とかあるんでね、まあ結構まあ結構あるんでね、ではございますけれども、そうか、チャミ 40% か、まあ結構ありますね。ということでございますので、まあね、まあいろいろとね、まあ考えられるという、まあ単純に、まあそのスコアを狙い、スコアアタを狙いに行くというのもありますし、まあ、特技発動率っていうところが絡んでくれば、まあその放置編成という意味でも結構こう考えられるパターンもありますので、まあ結構、まあこれから何かこう来るんじゃないかなと僕は思っております。ということで、まあ今回は納税、この2つのガシャはね、納税を引いて終わりたいと思います。はい。
まずはですね、こちらのナギンから。はい、ミカネでございました。次、ハヤテ、ほい、マツバラさんでした。ということで、こんな感じでね、本日は、ガシャ更新がやってまいりまして、またね、新しいセンター効果かな、でございますので、まあまあ、またまたね、まずこのガシャ自体もね、ふたふた筐体でね、流れ出してきましたし、まあこれからどうなっていくのかなと、思いますね。まあまあまあ、でもまあそんなにこう、やばいということではないのかなと僕的には思っております。という感じで、終わりたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よかったらよろしくお願いします。Twitter の方もやってます。ぜひぜひね、なんだ、概要欄から飛べると思いますので、あと名前でね、クチャンネルと検索したらすぐ出ると思いますので、よかったらよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。